僕には誰よりもうまくそのミッションをやり遂げる自信があります。尾形さんに今いるところよりもっと上の順位でのフィニッシュをプレゼントできると思います。オーバー。やっべ、鳥肌立った。不覚にも目頭が熱くなってしまう。12号車ベッケンバウアーが1号車石神の追撃を寄せつけません。純白のポルシェケイマンが先頭でレストハウスのポイントを通過します。まさに下克上。誰もこの男に追いすがることはできないのでしょうか。シュツットガルトからの刺客と呼ばれる若者が2年連続チャンピオンの威厳を粉砕します。3位9号車、4位5号車、単独の5位に7号車大谷。さあ6位争いがもつれている。6号車の背後に2号車が張り付いている。さあ行くのか赤羽海斗、ここで行くのか。2号車が6号車をオーバーテイクします。これでなんと6位。くそ、幅広の通体で狭いスペースにねじ込みやがって。ちっと強引じゃねえのか赤羽海斗。さらに後続が来ます。8号車テイラー、3号車王子。赤羽海斗はどこにいる。9秒先だ。間に2台挟まってるぜ。焦るな大悟、落ち着いて目の前の8号車を攻略しろ。くそ、これが落ち着いていられっかよ。馬力では互角なのに、なんでセクター1でこんなに差がついた。ヤジキタ兄弟が仲良く隊列を組んで通過していく。約6秒遅れて赤いマシンが登ってきます。決勝進出15台の中では最も非力なトヨタ 86GT。 パワーセクションではやすやすと前の車たちに離されます。片桐選手にとっては本当に苦しいレースでしょう。ですがマシンの非力さがかえってドライバー単体でのパフォーマンスを際立たせてくれています。先頭を走るベッケンバウアー、そして中段で快進撃を続ける赤羽海斗らと比べても全く遜色ないほどのドライビングを彼はしています。そして最後尾の13号車がセクター2に移行していく。大観山から後半までの区間の後半は路面のコンディションが劣悪だ。バンピーで嫌なバイブレーションが出るし、ダストもひどい。追い込んでいくとコントロールできない挙動が出てしまう。どんなドライバーでもそれは同じなはずだ。それなのになんでだよ。あいつだけが猛然と加速してくるのは。MF ゴースト。なんとフェラーリが行く。恐るべし赤羽海斗、レースになればこの強さ。ついに5位までジャンプアップ。この男には予選の順位は関係ありません。イケイケですね赤羽くんは。こうなるともう手がつけられません。3位グループに追いつくのはもう時間の問題でしょう。7位の6号車柳田が来ます。そしてその後ろ8位グループ、8号車テイラー、3号車大石。なんとここで3号車が仕掛けた。接触すれすれの際どい攻防だ。これは言ったでしょう。3号車が8号車をかわしていく。羽馬の後ろ姿を再びその視界に捉えることができるのか。宿命のライバルを追って猛牛がダイナミックに大地を蹴る。レース序盤精彩を欠いていた2台のイタリア車がここに来てドイツ勢の一角を崩し始めています。いよいよ大詰めのラストセクション。タイヤのダメージが進行する中でバトルは熾烈さを増していく。一瞬の気の緩みも許されない箱根の山下り、悪夢のような874メートルのダウンヒル。
さあ来たぞ、セクター3といえばこのマシン、深紅のトヨタ 86GT。 この若者が箱根の山を下るとき、重力の恩恵を受けてミラクルを起こします。英国育ちの新人類ドライバー、片桐かなたが行く。レッツゴー。何度もいじめたくないので一発で仕留めます。消えた、86号車が消えた。兄貴アウト。なんだと。車が横に瞬間移動した。こんなの見たことない。ありえねえ、こっちはロータスだぞ。ロータスといえば曲がることにかけては他のどんなメーカーにも引けは取らない。それがコリン・チャップマンの時代から脈々と続くロータスの伝統なんだ。トヨタの86なんかに劣る点は一つもねえんだ。タキタキぞ、86号車が来ている。ヤジキタ兄弟の前に出ています。あまりにも一瞬の出来事でした。電光石火の早技というのはこういうことを言うのでしょうか。私の両腕を見てください。気持ち悪いくらいの鳥肌が立っています。私も同じですよ。体の芯からゾッとしています。86号車がこれほどタイヤのグリップを確保していたとは思いもよらないことです。非力なマシンゆえに誰よりもタイヤを酷使しているものと考えていましたが、まさに世界は広いと言わざるを得ません。英国の名門 RDRS が生んだスーパーエリート、片桐かなた。潜在能力の底がなかなか見えてきません。実況の田中さんがかなたのことなんか言ってる。5 4 3 2 1。こんなところをフルスロットルで来るなんて死にたいのか。86号車が8号車に襲いかかる。しかしテイラーも譲りません。視界のない霧の中でサイドバイサイド。これは怖い。見ている方がゾッとします。どちらも正気の沙汰ではない。まさに命知らず、 MFG ランナーたる面目躍如。どちらも引かない。この勝負どうなる。付き合いきれない。こんなところで命のやり取りをする気はないぜ。テイラーがじりじりと下がる。86号車が前に出る、うん、ついに9位、ついに1桁ポジション。すげえぜ片桐かなた。小柏さん黙ってないで一言お願いします。すみません、もう何を言っていいのやら。見ている我々がゾッとしてしまうようなシーンでした。この視界のない中で3つのコーナーを並走して抜けていきました。テイラー君もランキング8位の意地を見せてくれましたが、あそこまでが限界です。片桐君は何かが根本的に違うのです。あくまでも私の個人的な憶測ですが、片桐かなたの頭の中では霧に包まれたコースがクリアにイメージできているのかもしれません。しかし彼は初出場ですし、 MFG のロードコースは初体験なはずですが。確かにその通りなんですが、
何か普通とは違う特別な記憶力のようなものがあるのかもしれません。そしてそれこそが片桐かなたの非凡なパフォーマンスを形作る特別な何かなのではないでしょうか。褒めすぎだぜ小菓子屋め。いくら藤原の教え子だからってそこまで持ち上げることはねえだろう。まあしかし予選ではデモ走行をほぼ完璧にコピーしてたと思いきや、レースではそれをベースにアレンジを加えて自分のスタイルに仕上げてやがる。頭のいいやつだぜ。真っ先に動いたのは2号車だ。9号車に並びかける。カタログデータ上では3車中最強のパワーを誇る V8 ツインターボ、やはり速い。まだだ、動くのまだ速い。クソギャー。なんとここで9号車が2号車の背後に潜ります。この時点で3台の車速が時速300キロを超えていく。見応えがあります。時速300キロオーバーのストリートファイト。青少バイパスの効果を過ぎればブレーキングポイントはすぐそこだ。さあ3台がフルブレーキング。9号車がブレーキング競争で2号車の真横に来た。横一線に3台が並走。さあどうなる、三つどもえのチキンレース。やっぱただのバカだったな。さよならだ。7番長のキスは俺のもの。大きくリードした8号車が一足先にブレーキング。なんと86号車がブレーキングを遅らせて、その感覚を一気に詰める。おい、これって相葉真の身の前じゃ。19歳の若者が凄まじいばかりの闘争心をむき出しにします。クレバーなだけではないぞ片桐かなた。世界一と称されるポルシェのブレーキに果敢に挑む。曲がれるのか、曲がってしまうのか。ポルシェのブレーキが負けたわけじゃない、戦略のミスだ。ラストスパートでタイヤを使い切ってしまったんだ。それに対して彼はブレーキ勝負1回分のグリップを残していた。こんなモンスターが競争力のある車を手にしたらどうなってしまうんだ。 MFG の勢力図を根底から変えてしまうぞ。開幕戦、小田原パイクスピーク。優勝はシュツットガルトからの刺客、12号車ミハエル・ベッケンバウアー。さらに前年度の覇者、1号車石上風神が2位、3号車赤羽海斗が3位に入りました。なんといっても大注目は新人にして9位に食い込んできた86号車片桐かなたでしょうか。そうですね。それに開幕戦の参加をなぜか見送った4号車の沢渡航基が次出てくれば相当面白くなってきますよ。気になる第2戦は芦ノ湖を舞台にした芦ノ湖 GT、 第3戦ザ・ペニンシュラ真鶴、第4戦シーサイドダブルレーン、最終戦熱海ゴーストと今シーズンの MFG も熱戦が繰り広げられていきます。実況は私MFG の生き字引こと田中陽一と、解説は小菓子は甲斐でした。全世界3000万人の MFG ファンの皆様、ご視聴ありがとうございました。 See you again from 小田原 Japan。